福井県といえばカニ、恐竜、はい、ひゆかー、わー、ありがとうございます。なんと祝18歳です。パパパパパパということで、今日はね、もう後ろの飾り付けもあったりとか、そして今日はね、アンレームのね、ひゆかとしても合同配信ということで、まあ、アンレームのことについてもお話しさせていただきつつ、まあね、今後の目標とか、まあ、17歳振り返ったりとか、あといろいろお知らせもあるので、皆さんぜひ一緒にもうね、ゆるく見ていただけたら。何かね、ちょっと乾杯しません？乾杯しませんか？乾杯したいです。ということで、私はね、今手元にアップルジュースがございます。果汁 100% ありがたい。皆さんぜひお手に持ってください。もうのんびりのんびり。皆さんはアルコールありです。私は、え、何、なんかすごいの来たよ。ありがとう、ハッピーハッピー。よし、それでは乾杯いきますよ。18歳の誕生日を祝っていきます。18歳お誕生日おめでとう。乾杯。かうん、うわー、美味しすぎ。美味しすぎてめっちゃ飲んじゃったけど、美味しすぎです。はい、皆さんありがとうございます。たくさんお祝いしてくださって。そう、もう18歳ですよ。私もね、成人よ。そうなの。いやー、あっという間ですけれども、まあ、今日はね、ありがたいことに香川県に今いまして、ちょっとね、後ろの背景が違うんですけれど、いつもとは。そう、誕生日当日に香川県、しかも私の名前は坂川ということで、もう今日はね、このネタを何回やったことか、はい、香川つながりで嬉しいことでございます。そうそう、だからね、今日公演終わりんで、そのまま来て、じゃん、髪型が可愛いの。今日は可愛い、なんかちょっと可愛いやつにした。お花つけてもらった、ここに。あと今日はなんかリボンなんてつけてみたりして、はい、そう、かわいいよね。イエイ。そう、改めて香川公演も皆さんありがとうございました。本当にすごいね、今までね、出張公演いろいろ回ってきましたけれども、もう赤とオレンジがいっぱい見えまして、嬉しかったですよ。ありがとうね。そう、後ろ編み込み、そう、うん、ありがとうございます。リンゴジュース美味しすぎ。ちょっとね、もう香川公園でね、もう全力を出したのよ。そう、18歳になったということで、いや、もうかましてやりますわよと思ってね、そう、全力出したらもう疲れちゃって、喉が渇いております。ちょっと許してください。いや、でも本当にいいスタートダッシュだよね。そう、いい幕開きを、本日も4時起きで。最近めっちゃね、早起きなんです。健康でいいね、早起きでやらせてもらってます。うん、そう、ありがとう、誕生日になりましたね。え、でもすごい、18歳って成人じゃないですか。そう、だからね、結構新鮮だし、なんか気持ち、新たにまた頑張ろうという気持ちに、気持ちなんですけど、気持ちになっております。で、タワーがね、ありがとうございます。ちょっと読ませていただくよ。タワー、タワー、
ありがたわ。コニタさん、タワーありがとう。ありがたわです。ありがたわ、ありがたわ。あとは、皆さん本当にギフトもたくさんありがとうございます。こっちゃん、ありがたわ。チョーキンさんもありがたわでございます。ありがとう。嬉しいよ。本当に。もうみんなとね、誕生日当日にこうやって会えたことがすごい幸せだし、幸せです。そう。だから今香川なんです、私は。うんうん。みんなはどうですか？私18歳になってしまいましたけれども。飲みすぎだよね、ごめんなさい。あの、18歳ということで、まあ、私を初期から知ってくださってる皆さんは多分びっくりじゃないですか。私は13歳で AKB48 に入ったので5年ですね。うん、5年経ちました。いやー早い。お、翔くん、白タワーありがとう。白ありがとうございます。そう、18歳ってびっくりだよね。そう、本当に私までびっくりですよ。確かに最初入ったこと頃はこけしヘアだったから、今はねお姉さんになったんじゃないですか。イエイ。そうねえ、そう、もう5年ですよ。びっくらぽんですよね。うん、でもあの頃より成長した姿をお見せできてたら嬉しいなと思いますけれども、皆さんいかが、成長してる？私今日パフォーマンス見に来た方はどうだったかな、気になる、感想を教えてね。そう、でももうね、17歳もすごいいい年でしたね。17歳は振り返り早いか。じゃあちょっとまだ待とう。じゃあどうしよう何から話そう。誕生日配信ってなんか気分がさ、誕生日だからなんかイエイイエイって感じだから、すごいなんか不思議な気持ちです。何話そうかな。うんうん、うん、ね、そう、ありがとうございますそう、喉乾いてんの、ちょっと許してもうリンゴジュースしか飲んでないんだけど。そう、でも何から話せばいいかな。話したいこといっぱいあるんだけど、どうしようどうしよう、困惑。うん、でもね、すごくいい年でしたね、17歳はどうしよう、振り返っていい？じゃあもうみんないいかい？振り返るよ。本当にいいんだね。振り返ります。じゃあ、じゃあ17歳を振り返りますか。17歳は一番大きかったのは上京したことですよね。ありがとうございます、もう皆さんね。そう、もともと16歳までは福井にいたので、そう、なかなかね、コンサートとかもリハーサル私だけ参加できなくて、一人で自分で家で地おこししたりとか、移動も3時間半片道かけて毎回通ってたりとか、結構まあなんとか学業との両立を頑張っていたんですけれども、そう、今年17歳になってから、まあ、高校3年生で、まあ、あと1年だったんだけど、でもなんでこのタイミングで上京したかっていうと、やっぱりこの活動に専念したいなって自分が思ったから、そう、状況を決めたんだけど、でもね、そのもしかしたらこの状況が正解だったか不正解だったか、まあそれは正解にしたいなと思って活動してるんだけど、
まあ、正直ずっと待たせちゃってたじゃんみんなをね。みんなは多分もっと早く上京してひゆかちゃんもっと東京で活動しようよってね思ってくれてた方が多いと思うんだけど、それをずっと待っててくださった皆さんには感謝ですし、そうやって上京した時に上京してくれてありがとうって言ってくださった皆さんにも感謝の気持ちだし、そう言ってくださった皆さんにお礼の気持ちというか、上京してよかったなって思ってほしいなと思うので、これからまだねちょっと始まったばっかりで何とも言えない形ではあるんだけど、そうどんどんねいい恩返しというかができたらいいなと思っております。で7月間違った7月じゃないです17歳7つながりでごめんなさい17歳は、まあ、上京して、そうでもさっき来てたんだけど友達と別れるのが一番やっぱり辛かったね。すごい高校のエピソードとかめちゃめちゃ話してたと思うんだけど、高校すごい楽しかったのよめちゃめちゃに。そうだからすごいみんなとお別れするのすごい寂しかったし、意外とこの件について話してなかったよね。そう改めて話すとみんなに発表したのが、その上京しますって言ったのが上京する10日前とか結構ギリギリに言ったのよ。そう、まあ、なぜかというと、まあ、自分ももう言う勇気がなくて、もうみんなを悲しませちゃうし自分も悲しい気持ちになるからちょっと言うのためらっちゃってたんだけど、でもさすがにさもう当日にごめんなさい上京しますはさちょっとみんなもってなるじゃん。だからもうせめて10日前に言おうと思って心決めてみんなに話があるんだよねって言って言ったら、もうみんな私8人グループだったのね、結構大人数でみんな仲良くしてくれてたんだけど、そう全員泣いてくれて、そう私までも大号泣 TV っていう感じだったんですけど、そうだからすごいみんなには話してなかったけどそんな別れも私は経験しておりまして、そうでそこからというものみんなでね放課後残ってちょっと思い出作ったりとか、そういろいろして、あと最後にはねじゃーんって色紙とか手紙全員分手紙もらったりとか、すごい本当にいいお見送りをしてくれて、そうそんな素敵な出会いが私は17歳であって、本当に幸せでしたね。そうでもね今月に1回ぐらいは帰れてるから、そう全然大丈夫ではあるんだけどさ、そうたまに会ったりはしてます。そんなこんなで17歳は友との別れを経て東京 TOKYO 東京に上京し、東京に上京ようっていう感じで上京したりとか、そうホームシックにはねなってないよ。ホームシックにはなってない、月一で帰れるからそう別になってはないんだけど、そうね東京に上京して、でやっぱりね一番大きかったのは劇場公演にたくさん出演できたことかな。そうやっぱり劇場って AKB48 の原点だと思うから、私もすごい自分パフォーマンスするのがすごい好きで、そうでも私上京する前多分劇場公演にフル出演したのが2回ぐらい 2,3 回とかかな、言い過ぎか、でも本当にもう収まるぐらいの数だったのね。だから自分のその実力も多分皆さんにお見せできてなかったと思うし、自分自身も劇場の爆発を踏んでなかったから自分がどれだけできるかも分かんなかったんだけど、17歳で上京してからいっぱいねいろんな公演、例えば今日は誰に恋をする公演もね今現在出張公演でやってますけど、そちらもたくさん出させていただいたりとか、あと僕の太陽公演、個人的には僕の太陽公演がすごい自分の成長の過程になったなと思っていて、あの僕の太陽公演はユニットがね私日暮らしの恋とひまわりだったのね、だから歌メインのユニットを2つやらせてもらって、今まで結構自分の歌とかダンスももちろんだけど
そういうのにちゃんと向き合った機会があんまりなかったんだけど、今回こうやって歌をメインにするユニットに選ばれて、もう最初もうめちゃめちゃ不安でさ、私歌を自分の歌の歌い方とかそういうの分かってなかったから、自分でも。そうでもその僕たちでユニットが決まったから、自分の歌とちゃんと向き合うようになったりとか、ボイトレとかももう真剣にどうやったら曲をうまく歌えるかとか、声の出し方とかも基礎的なところから学んだりとか。そうだから少しはね成長してたらいいなと思うんだけど、でもファンの方からすごい歌うまくなったねとか、歌好きですよって言っていただけるので、もうめちゃめちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとう。そうなんか私やっぱりさ、デビューしてからコロナ禍を経験してるので、今5年目かなになってるんだけど、あの加入してから。でも正直全然もう5年経ったって言っていいのかっていうぐらい、もう正直2年くらい、1年目もう上京した17歳からがなんかちゃんと活動してるから、正直まだまだ1年目なんですよ。そう経験としてはね。だから初心を忘れずというか、基礎的な部分からまたちゃんと学んでいけたらなと、思います。そう結構長いこといるねって、長いこといるというか結構5年も経ってるから、そう一応先輩ではあるじゃん。そうだからそういう場面ではもちろんしっかりねしていきたいんだけど、そうなんかね、でも初心を忘れずちゃんとね一から、はい、頑張っていきたいなと思います。で17歳は劇場公演にたくさん出たね、とにかく。そうでも私はそれをきっかけに劇場がすごい好きだなと思って、だからリニューアル期間今ね出張公演もやってるけど、そうすごいいろんな場所にね回らせていただいてるけど、やっぱり劇場のあの近さとか雰囲気とか空間がすごい好きだなって思ったし、そうだね。ちょっと一瞬リンゴジュース飲ませてください。そうですね、公演はやっぱりあの近さがやっぱりいいよね。みんなの気持ちとか熱量とかがすごい乗ってる気がするから、なんかこっちまで伝えようと思っていつもパフォーマンス思い込めてやってます。そうあと私はダンスとか歌が得意じゃないから別に、そうでもそれを自分でも分かってたから、唯一極めたというか自分が得意としてるパフォーマンスの中で得意としてるのが表情とか、そっちかも。表現力かな。そうあと MC もだね。そうだね、 MC 話すのが好きだから、そう今ラジオもお仕事で2本やらせていただいてたりとか、今日もね香川県でやってきましたよ。3本撮ったよラジオ、生放送もあったしね。そうだからそこら辺かな、そう自分が得意とするとこを一旦伸ばそうと思って、表現とか表情とかおしゃべりとか、そう本当にそうだ、楽しい空間が好きで私は、とにかくみんなが笑ってる時が好きだし、みんながわーいってなってる時が好きだから、私がそのなんて言うんでしょう、立役者なんて言うの、そういう人にわーいっていう人になれたらなと思って、はいやっております。そうありがとうございます、そんな褒めていただいて。そうありがたいことに、そうラジオのお仕事いただいてるから嬉しいんです。もうお話しするの大好きすぎて、
もう今もさ話したいことあるんだけどさ、もう23分、今日も22時までまだね、18歳になったんだけど一応22時までしか配信できないっぽくて、そうちょっと残念、ちょっと話すの頑張ってまとめるね。そうっていう感じ。17歳はね、劇場頑張りました。あとはあと夢見てごめんだね、夢見てごめんのフロントに立たせていただいて、そうなんか一歩ずつさカップリングの選抜に選んでいただいてたんだけど、今までも2列目とかそうが多くていつもフロント立ちたいって思いながらやってたんだけど、今回は1列目ということでもうカメラしか見えませんでした。そうすごい嬉しかったです。それも皆さんの応援のおかげだと思ってますし、本当にこうやってチャンスをいただけてるってことはすごいありがたいことなので、それを一つずつ無駄にしないようにね、はい、活動していきますよ、はい。本当に嬉しいお知らせができた時に、そのねフロントになりましたっていうお知らせができた時にみんなが喜んでくれたから、私はやっぱりみんなが喜んでくれるお知らせをこれからすごいしたいなって思ってます。うん。あとアンレームもだよね。そう今日はアンレームのね合同配信なので、アンレームのことももちろん話させていただきたくて、アンレームは5人体制に、ね、なったことがやっぱり17歳では大きかったことかな。うん。やっぱり5人体制になって私が一番先輩にはなって、でもやっぱりそうだな、私今まで上京せずにアンレームの活動もしてたから、今回やっと本格的にアンレームの活動にも向き合うことができて、最近は本当にみんな仲良しなんですよ。そうやっとみんなとちゃんと話せるようになって、普段一緒にプライベートでご飯行ったりとかもするぐらい仲良くなったし、あの5人で目標をちゃんと明確に立てて一個一個のステージを大切にしようっていうことも決めましたし、最近はねあのファースト EP アンレームも、はい、発売が決定しましたし、イベントもいろいろ行っておりますから、最近なんてね実践女子大学で出演させていただきましたし、そうすごいありがたいんですよ。だから私はそういう機会というかチャンスをいただいてるんですよ。いろんな場面で私を見せれるというか、 AKB の坂川ひゆかだけじゃなくてアンレームとか、今で言うとあの投票が始まってますサーリアルとかね、そうユニットを実は2個も入らせていただいてたりとか、まあ、あと輝きちゃんとかね、そういろんな私がいるので、それはすごいありがたいことだし、それはずっとね17歳もだし18歳も引き続き皆さんにそういう私をお見せできたらなと思っております。うん。はい、そうだな、アンレームはもうみんな仲良しです、イエイ。でみんな本当にねしっかりしてるのよ。うん。本当にアンレームって個性とかいう個性爆発みたいな感じのグループなんだけど、本当にその通りで、そうみんな面白いし、みんなちゃんと自分を持ってるし、逆に私がねみんなを羨むというか、えすごいなっていうか尊敬の気持ちでいっぱいなの。うん。そうみんな本当にすごいよな。なんかだからすごい一緒に活動してて刺激をもらいながら、うん、活動してるのよねえ。そう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 、うん。でも皆さんねぜひちょっとアンレームもねもう本当に頑張っているので、ぜひちょっとね気になってるよって方は来てほしいなと思います。イベントとかいろいろ決まってるから、お時間とか日程が合う時に見に来てくれたら、もしかしたらねちょっと今もしかしたらアンレームななんかちょっと分かんないなってなってる人も、もしかしたらそのライブ見てえこんな良かったのみたいなこともありますから、ぜひともね、はい、で気になる方は見に来てください。お待ちしておりますね。うんうん、そうね。
という感じです。17歳はそんな感じかな。うん、あと福井で出張公演できたことかな。あれはすごい嬉しかった。地元でパフォーマンスができるって多分2年ぶりのパフォーマンスだったんですよ。私本当に福井県、アイラブ福井県なので、あのキャッチフレーズにももう福井県といえばカニ恐竜ハイヒーかってやってるんですけど、もうそれぐらいを福井県愛しているので、もう本当に福井県ありがとうございます。皆さんもそしてありがとうございます。そう、あのまとめた TikTok を、まとめた TikTok を上げたので、ぜひ気になる方はそちらもご覧ください。はい、いや福井よかった、もうめっちゃ高かった、なんかもう感動もの、ありがとう。そう、やっぱ地元っていいね、素敵。うん、まあ、地元関連で言うと輝ちゃんもだしね。うん、すごい地元の、だからさ、上京してもしかしたら地元の仕事が減っちゃうかもとか心配もあったのよ。そう、でもこうやって月に1回帰らせていただいて、ロケとかラジオとか今回もね出張公演とか、すごい福井県さんとか FBC さんにはめちゃめちゃお世話になっているのよ。そう、だから本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。またもうぜひ、もう福井、私 NG なしでやってるので、もう何でもどしどし福井県からお仕事をいただけたら嬉しいです。あと福井以外でも待ってます。はい、あ、なんか誰かお、あ、大丈夫です。はい、なんかちょっと私一人で今配信してたんだけど、なんかちょっと誰か来るかもしれないですね。ちょっと誰か来るの待ちます。誰が来るかな、誰が来るかな。そうで、 NG なしなんですよ。これ声を 大にして言いたいんですけど、私何でもやるので、皆さんぜひあのお仕事ください。本当にあのめちゃめちゃ何でもするんですよ。はい、NG なしでやってるので、お仕事ぜひ何でもカモンかかってこいですよ。はい、ボンジーも飛びますよ。はい、え、誰か来たんですけど、いいよ、一緒だよ。はい、どうぞ。こんにちは、徳永レミさんです。レミです。イエーイ、来ちゃった。徳永レミさんが来てくれました。これ何、これ、レミさんも乾杯するかい。え、したい。乾杯しよう。レミさんもね、10月1日に誕生日を迎えたわけですから、うん、見て、かわいいこれ、飾ってみた。え、すごい、いつやろ。え、これ、え、ちょっと焦ったよ。そう、でもね、見た。サプライズかにやと思いましたけれども、ちょっと待って、開けれる。来ちゃった。そう、レミが来てくれました、ありがとう。香川公園でね、ありがとうね、呼んでくれて。しかも今日は朝からね、レミヒューでね。すいません、飛び散りました。そう、今日は朝からずっと一緒だったもんね。え、そうなの。そう、嬉しい、本当に朝の6時ぐらいからずっと一緒にいる、うん、ほんまにそうです。あ、では皆さんも思った、いくよ、せーの、乾杯。乾杯、おめでとう、ありがとう。18歳一発。え、乗っ取りですか。もうやめてください。おいしい、おいしい、アップル、あ、ごめん、アップルです。あ、おめでとう、ありがとうね、本当に心の底からおめでとう。心の底から、うん、ありがとう。いえ、こちらこそ。
いやちょっとレミさんはね、うん、あの本当に5年間の付き合いですからさっき言ってたんですよ、ね、はい、あ言ってたの、デビューしてからさ5年も経ったって話っすわ。13歳から入ってさ、そうね、あなんかハートになってますよ。手遅れた。どっちが年上なの？レミ、レミだよ、レミだよ、ミーン、レミだよ、まあ、実を言うと同い年です。レミだよ、同い年だよ、レミだよ、同い年です。え、ごめんなさい、あのヒーカだけ見たかった方ごめんなさいね。あのそういうことは絶対にないので、レミヒューファンめっちゃいるのでみんなレミヒュー大好きですよね。本当全然です。温かく迎え入れてください、お願いします。もう温かく迎え入れています、ありがとうございますっていう。ありがとうよかったよ、できそう、ありがとうね、ありがとうねえ、どう心境的に。いやまあそうね、うん、心境話すか、心境話して、うん、心境的にまだ実感もないですね、18歳は。あそうだよね、リンゴないもん、うん、あやっぱそう、うん、今結構1週間ぐらい経ったんだけど、うん、ないか、ない、うん、でも成人だよ、うちらが。えやばくない、やばいよ、だってさ13歳だったんだよ当時。そうだよ、中学1年生、そう1年生だった。やばいよ、やばいよ、やばいよね、早いよ時が経つのは。いやほんまにそうです。しかもレミヒューレーンあったもんね。そうだ、そう昨日、昨日ね、東京握手会でありがとうございました、ありがとうございました、来てくださった方。そうレミヒューでね、うん、レーンだったよね、だったね、嬉しかったね。でもすごいやっぱみんなファンの方もさ、うん、そのファン同士の絆、そうなの、そう私たちとファンの方も似てるようで。あそう、あれもさ、何、あの秋葉原の駅の、あそう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 、あのまだあの言ってないんですけど、うん、あの2人とも予定が合わなくて、お互いリミ出張公演行ってたりとか、ヒューカもいろいろ忙しくて合わなかったんですけど、うん、お互い見に行かせていただきましたので、うん、ちゃんと写真撮ったんで、合成しますね、またあげます。そう合成してそうそう、ありがとうございました、本当に本当に。なんかああいうのさ夢じゃなかった、なんかめっちゃね夢だった、ね、なんかさ、うん、なんかめちゃめちゃさ有名人になった気分、うん、分かる分かる分かる、この気持ち。そう公共の場にさ、うん、バーンって結構大きめだったよね、しかも、うんうん、写真撮るの恥ずかしかった見られた、いっぱい。えなんかさ、うん、めっちゃさ人通り多くて、うん、意外に、うんうん、で人通り少ない時狙おうと思ったんだけど、うん、やっぱそんなことなくて、うん、ちょっと見られながらでも私もめっちゃ見られながらやったよ、やったけど、でも嬉しかった。うん、でもそれぐらいみんなが通るところにさ、え、そうだよね、そう目につくところに貼ってくださったから、そうありがとうございます。でも嬉しかったです、皆さんありがとうございます、ね、ありがとうございます、お祝いしてくださって。レミさん、うん、あそこにさ、なになに、白い箱が見えるんだけど、ケーキ、え、あの白い箱は何、何これ、え、さっきの、ねえちょっと持ってきてみて、じゃ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 、白いボックスがあります。え？え、これさ、さっきのじゃなくない？さあ、え、じゃーん、え、すごい、え、さっきのじゃないじゃん。え？待って、え、実を言うとさっきサプライズでケーキをいただいたのよ私。 そう、え、2個あるんだけど、さっきのじゃない、え、え、サプライズ、ハッピーバースデートゥーユー、はい、ハッピーバースデートゥーユー、バースデーディアヒューカー、ありがとう、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、ありがとう。え、待って、すごい、でもこれ多分アンレイムのだ。あ、そういうこと、そうだ、見てこのさ、あ、表記がね、そう表記がヒューカーだ、すごい、ありがとうアンレイム。え、かぶりついたりしてないの、死にゃいのって、死にゃいの、しますにゃん。じゃあかぶりつかせていただく。え、これさ、どうやって撮るのがいい、正解はあるのかにゃ。じゃあこれ食べますね皆さん、うん、すごい、うまっ、え、めっちゃ美味しいよ、はい、え、いいよいいよ、食べなさい、食べなさい、主役だから。うん、おばおばおば、うん、どこがやんやん、どこがやんやん、何がつね、うん、うん、めっちゃ美味しいよ、かぶりつかない、
行くか。ドキドキ。こんなこといいんですか？行きますよ。おめでとう。おめえ。あざとい。あざと女。あざといのレベル超えてますでしょこれは。イエイイエイ。はーい、皆さんスクショですよ、スクショ。ちょっと待って。ありがとうね。もうレミたんはね、お姉ちゃんなのよ。そうだな、お姉ちゃんの、うん、もういつも拭いてくれんねん、こうやって。いつも拭いてないよ。誤解だからやめろ。拭き残された。なにこれ、めっちゃ可愛いじゃん。拭き残された。お、気づかれましたか。え、超可愛い。気づかれましたか。なにこれ、めっちゃ可愛い。皆さんに見せてあげて。めっちゃ可愛い、これ。じゃーん。すごいすごいすごい。なんと、本日から。うん。私の出し出しなかった、もしかして今初めて出しちゃった、今初めて出しちゃった、ごめん、めっちゃごめん、ね、もう出てる、あ、そうなんだ、大丈夫、めっちゃごめん、じゃーん、超かわいい、なんと、そう、本日から私のオリジナルグッズが販売されまーす、めっちゃかわいい、え、ごめんね、なんか急に、うん、うん、そう、出したかったのよ、ありがとうね、いい振りを、じゃじゃん、見て、超かわいい、これはプレートレート、ペンライトですね、これな、あれね、ちょっと開けて光らせてみ、ケーキは一旦ここ置いとくわ。あのさ、何何、すごいすごい。これね、え、ごめん、めっちゃいい色展開がいっぱいあるの。何ですか、お姉さん。姉さん。いきますよ。ほら、いい赤。かわいい。おい緑。おい。あ、すごい。すごくない？めっちゃいいね。そう、いろんな色に。やっぱさすがヒエカだなと思った。え、ほんと？すげえ。ねえ、嬉しい。そう、見て、これはなんと、これ何かわかる？ヒユカニ。正解。本当に？うん、もう名前もそれ。え、マジ？そう、ヒユカニでーす。ヒユカニ、かわいい。めっちゃかわいくない？めっちゃかわいい。しかもさ、ちゃんと私なりのデザインで、うん、鼻とか。坂川ヒユカの S？ そう、S で口は H なの。うわ、天才。見てね、もう天才すぎて、めっちゃ自分でも自画自賛、イエーイ。かわいい、皆さんぜひお買い求めください、はい、こちらも、こちらもですよね、はい、こちらもです、こちらもあるので、え、すごい、すごい、え、なにこれ、すごいすごい、え、ちょ、うわぁ、待って、え、ちょっと待って、待って、えぐい、ええ、ゆうきくん、ちょっと待って、ゆうきくん、えぐい、ええびっくりして、ゆかりになっちゃったっていう感じなんですけど、えありがとう、えぐい、ゆうきくん、すごいすごい、やば、ありがとう、えぐい、デザイナーデビューおめでとう、ありがとうねえ、本当にありがとう、え、見て、ゆうきくん、どう、デザイナーデビューしたよ、ほら、ほら、待って、やば、びっくりした、めっちゃ可愛くない、ありがとうね、そうで、これもこちらもなの、トートバッキュ、かわいい、じゃじゃん、これもひゆくにがね3人並んでいるのよ、じゃーん、で下のこの英語のこのなんかちっちゃいポポポポって文字はキャッチフレーズね、めっちゃいい、カーニ恐竜、はい、ひゆかね、え、これめっちゃかわいいっす、え、もうこれ持ってたら絶対ファンサするよね、絶対する、あといろいろ缶バッジと、あの、まだあるんだ、そう、パーカーもあんの、ジップアップパーカー、パーカー良すぎ、そう、でも今ちょっと手元になくて、残念なことに、悔しい、あ、いい、気にしないで、気にしないで、ねえ、何何何、ね、気になるじゃん、明日広島とか書いちゃったけど、ごめんなさい、岡山でした、あ、それ大事、あの、岡山ですからね、皆さんよろしくお願いしますね、本当にごめんなさい、うん、明日、え、で、みんな見てで、いっぱいあるから、ちょ、後から改めて告知するんだけど、もうめっちゃ可愛いし、でもね、販売期間が短いの、今日から10月14日まで、わかった？みんなもう今すぐ、これ見た人は今すぐゲッツでね、ゲッツだぜー、そういうことでね、缶バッジと、あの、ジップアップパーカーと、この全部のセットを買うと、サイン入りチェキも当たっちゃうのよ、当たっちゃうの、えぐくない、うん、えぐいんです、だからぜひ皆さんね、買ってください、もう念願、本当にね、ゆうきくんも言ってくれてたけど、私すごい絵を描くのが好きなのね、ね、うまいよね、そうだから、もうこうやって自分のね、オリジナルグッズをやっとやっと出せたし、うん、あと劇場のさ、プロフィール書いたじゃん、昔なんか自分のプロフィールみたいな、うん、
あそこに今後の目標みたいな、叶えたい目標みたいなところに自分のオリジナルグッズを作るって叶えちゃったじゃん。書いてたの。うん、待って、顔に恐竜ファイヒューかーって書いてある。言ってたじゃん、さっき。こらやべえ、気まずい。そう、もう有言実行だもん。ありがとう、ありがとう、本当にありがとうね。なんかいいね、なんか誕生日らしい。本当、うん、え、でもレミタもさ、ファンクラブ大切。言っときな、言っときな。いいですよ、そんなおかがみしよ、おかがみしよ。言っときなさいよ。でもレミタもファンクラブ大切したし、私もグッズもゲットっていうか制作できましたし、うん、皆さん嬉しいことだらけですから、うん、ぜひゲットしてもうたくさんライブとかにも持ってきてほしいし、うん、身につけてくれたら嬉しいですよ。ジップパーカーめっちゃいいね。そう、ジップパーカーなのだからね、羽織れる。最近もうそろそろ。どれぐらい、何のデザインなの。え、調べてみて、うん、出てくるよ。何調べたらいい。ね、どうしようかな。オフィシャルグッズのところに出てくるわ。ジップアップパーカーもデザインめちゃ革なんで、しかも結構ちょっとシンプルめな、ちょっとおしゃれな感じのデザインにしたので、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、可愛いってみんな気になるでしょ。絶対ゲットして。うん、超可愛い。可愛いでしょ。待ってね。こちらですね。お、見せてくれるみたいです。じゃじゃん。見えるか。鬼皮パーカー、え、めっちゃ着やすい。そう、ちょっとシンプルなロゴを前と後ろにつけたんだけど、しかもこれ見て、そう、これね、カニなの。カニの絵文字を後ろのちょっとワンポイントつけたから、めちゃ可愛いんで絶対に着てくださいね。めっちゃ可愛い、これはゲットすべきですね。うん、でしゅね、でしゅね、噛んでますけれども、ね、絶対ゲットして。うえーい、いやだからね、本当に嬉しいよ、誕生日にこんな嬉しいお知らせができて。こちらこそ、こちらこそありがとうね、来てくれて本当に。え、嬉しい、呼んでくれて。あ、本当ありがとうだぜっていう感じなんですけど、ルミさんありがとうございます。いやでも18歳になっちゃいましたけれども、どうですか心境の変化。いや、2回目まあでも18歳になってすごい、やっぱりね、本当に成人だからさ、もうずっと言ってるんだけど、そうね、そう、本当に自立した女性になりたいし、かっこいい。そう、今後ともいろんな人にね、幸せとか元気とか、まあ私笑顔が取り柄ですからさ、うん、そうそう取り柄ですから、うん、そう、それを武器に皆さんに幸せを今後とも18歳はお届けしていきますよという感じという感じという感じ。大丈夫、ついた。ついてない、うん、白やったから勘違いしてしまった激まんじゅいという感じで、はい、もう時間あっという間なんだけど、あっという間だね、うん、ちょっと見てくれてありがとう、みんな。なんかあっという間でごめんなさい。え、さえちゃんコメント、さえちゃんこれじゃね、違う、さえちゃん、さえちゃんどこ、さえちゃんもう一回コメントしてよ、お願いお願い、さえちゃん待ってるよ。さえちゃんどこ、さえちゃんどこ、さえちゃんいなくなっちゃったかな。そう、私さえちゃんのね、あの誕生日配信出たのよ。あ、そうなんだ。そう、そしたら、あ、いたいたいた、新井さえいた、ビギナーやないかい、新井さえ、新井さえビギナーやで、ひゆかちゃん、そう、ひゆかちゃん、さえちゃん仲良くなったから嬉しいよ、さえちゃん。そう、みんなお祝いしてくれたの、うん、誕生日 LINE もくれて、ね、すごい、よかった。そう、レミは寝てた、普通に、ごめん寝ててマジでごめん。でもあの、ね、ちゃんとうちら4時に起きたから4時に来てた、 LINE ごめん寝てたって来て、ごめん寝てたって、うん、寝ようっつって、優しい。しかも5時ってなんか寝てしましたみたいなことになって、だからそう、え、そう、だから寝てる、何言ってんだろうって思ってちゃんと起きてるよって。そう、いやでも ね、うん、ね、なんかいい一日、最高、いい幕開けですわ、18歳。今日本当にさ、朝からラジオでずっと公演もあったりとか、ね、ありがたいよね。誕生日にこんな多忙なことある、なかなかないよ、なかなかないよね、うん、レアです、レア、レアです。え、ね、そうだ、ね、これ皆さん分かる方は分かると思いますね、レアですね、ね、はい、ありがとうございます。18歳に乾杯、あ、ケーピー、ビス、おいしい、ケーピーしてね、みんな、みんなケーピー、ありがとう。めっちゃ見てくださってるじゃん、すごい、2万いくよ、もうちょっと2万、
ていう。めっちゃ美味しかった。マジ、うん、そう、香川県はね、あの私たちうどんしか知らなかったじゃん最初。そう、明日絶対食べ、うん、絶対行こうね、うん、絶対にね。まだうどん食べれてないんです、実は。絶対にうどん行こうね。うん、うん、っていう感じ。でも骨付き鳥がさ美味しいということを聞きまして、そしたら差し入れでいただいたのね。そうそうそう、やみつき鳥ね。もうそれそれっす、やみつき鳥いただきまして、もう美味しかったんだ。めっちゃ美味しかった。相当だねそれ、うん、マジ感動。なんか一人で感動した。えってなって、え、いいないいな、うちも感動したい、うちも感動したい。だから私も後から食べます。うん、うん、改めてお誕生日おめでとうだってレミさん。あ、え、レミ、うん、あ、ハート持った。絶対違うよね。ありがとうね、でも嬉しい。レミもおめでとう、うん、お互いにね、お互いにおめでとうやね、おめでとうやね。で今後とも18歳のレミヒューもよろしくお願いします。何とぞです、何とぞです。ええねん、ええねん、そう、ちょっと追いつけんかった、悔しい。やっぱね、ちょっとレミさんはテンションが高いですから、ありがたいですよね。もう夜だからね。そんな夜かな。夜か、そうね。そう、でもレミさんも本当に、うん、やっぱ長いことずっと、やっぱりうちらさ長い付き合いじゃん、うん、だからこうやって今もさ今年も誕生日お互い祝えてるの感慨深いなって思ったよ。レミタンはどうかな。感慨深い。棒読みですやんき。棒読みです。本当になんかこうして5年もお互いの誕生日祝えるなんて思ってなかったから正直。いやそうだよね、マジ泣けるって感じ。うん、ありがとう、そうやって言ってもらえて嬉しい。荒れてる、大丈夫、荒れてない、うん、大丈夫かな、これバンバンされないと大丈夫かな。あ、え、2万1000いってるよ。すごいすごいすごい、ありがとうございます、ありがとうございます。レミさんを掴んでみたりもしたり、見たり撫でてみたりもしてみたり。はい、もうね、もうレミといるとふざけてばっかりだけど、うん、分かる、本当に、うん、たまには2人とも真面目な時もありますからね。めっちゃ真面目だよね。うん、9割ぐらい真面目。じゃあ今は残りの1割ってことだよね。そうです、うん、そう、珍しいよ、みんな、珍しいよ、レアです。レア、レア社会だよ。そう、レア社会、レア社会なんで。そうやね、うん、そう、適当やな、そうやな、うん、やっぱもう夜やな、夜やでな、そう、夜やでな、夜やな、うん、うちら香川公演もやってきたからさ、うん、そう、あ、そう、4時起きだから、ね、そう、4時起きだけど寝てないねんな、寝てないねんな、寝てないねんな、寝てないねんな。そう、でもありがとう皆さん、本当に今日はこんなね、急遽だったのよ、意外と告知がさギリギリになっちゃって。そう、でもみんなありがとうございます、見に来てくれて。タワーも本当にすごい、ありがたわです、本当にもう感謝感謝。いや、さっきのすごかったね、びっくりですよ、本当にありがとう、ね、嬉しいよ、すごい、みんな、めいちゃんだね、めいちゃんもありがとう、タワー、ひろさんもタワーありがとう、めいちゃん、ひろさんありがとう、めい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 、ありがとうございます。よいしょ、どうした、ビジュアル、前髪事故ってんなと思って。事故ってないよ、可愛いよ今日も、ありがとうね。そう、明日も岡山、明後日広島だよね、3日、 3 days なんですよ、うん、嬉しいね、嬉しい、 3 days 一緒だよ、 3 days 一緒、うん、あ、ブースさんもタワーありがとう、ありがとうね、さ、3 days 一緒だけどどう、え、嬉しいっす、めちゃめちゃ、本当に思ってる、思ってる、本当に思ってるよ、私はレミと一緒に過ごせて幸せだよ、大丈夫大丈夫、やばくない、やばい、ひどいよ、大丈夫、やばいよね、レミさんひどいよ。振られましたけれども、言ってないよ、言ってないか、言ってない、ごめん、ありがとうね、ごめん、間違えた、
うん、あ、うどん外した？外してない。外してないよ、うどんあるよ。うどんある、うん、あ、ほんとだ。そう、これうどんらしい。でもうちもこれうどんっす。やめよ。やめといた方がいいですよ。なんで？それお花だから。誕生日だからね。そう、誕生日やから、うん、お花。お花。そう。いや、でもね。みんな今日はどんな一日でした？ね、気になる。それは気になる、普通に。普通に気になるよね。みんなは何をしてたの？でもみんな本当にさ、月曜日だよね、だって。そう。なのにお祝いメッセージいっぱいくれたの。あ、ヤンマ。ヤンマ。タワー、ありがとう、ヤンマ。ありがとう。ヤンマ。感謝、感謝。みんな、あ、うどん食べた方いるよ。一緒なのかな。すごい。香川かな。お仕事ね、そうだよね。なのにみんなさ、ありがとうね。なんか画像とかも作ってくださってたり、イラストとかも、もう動画とかも、うわーってなったうちマジで。ぶち切れないで。じゃあ感動ね。違う違う。違う、ん？仕事で少しぶち切れました。いや大丈夫よ。頑張ろうね。本当に偉いよみんな、お仕事してさ。ありがとう。しかもね、これね、あのこの配信もさ。うん、お仕事で疲れてる中見てくださってるわけだから。いや、癒しだよ、多分ヒューカが見れて。で、でそんなこと言ったらレミヒューが見れて癒しっすよね、皆さんね。ほら、言わせてるみたい。違うよ、やめよ、やめてやめて。そう、でも本当にありがとうございます。うん、ね、感謝。ありがとう侍。感謝侍。シャシャ。レミの子誰ですか？どっちがどっちに見えてるんだろうね。ね、そうだよね、レミかな。じゃあ改めて、やっぱ知らない方もいるからさ。知らない人いる？そう。いるか。じゃあ自己紹介するね。はい。はい、AKB48 高校3年生、18歳になりました。こっちかな？そっちだね。こっちが反転してるよね、絶対。そうそうそう。18歳になりました。坂川日向です。と。はい。AKB48 鳥取県出身の高校3年生、18歳。徳永レミです。イエーイ。そう、二人とも18歳になったの。そう。でも本当に改めて考えたらさ、うん、なんか今日めっちゃ話したじゃん、なんか二人とも10月生まれなんですねとか、うんうんうん、共通点ありすぎない？やっぱり。間違いない。そう、誕生日もこんな近いし、同期だし、なんか運命を感じるよね。運命共同体。握手の仕方独特やな。そういう、そんなこんなわけでちょっとそんなこんなわけでね、うん、わかるよ、好きなんですよ、そんなこんなわけでね。はい、まあ、そんな感じで、うん、はい、ではちょっとランキング読まないとダメだよね、もう。わら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 、うん、漫才すな。コントやな。そうなんです、コントじゃない、二人でいるとさ、真面目だよね。真面目なんだけどさ、うん、なんかついついこうなっちゃうんだよ ね。なんでだろうという感じなんですけれども、まあ、いえ、おもろ、ありがとうね、レミたん。もう盛り上げに来てくれた。もうめちゃめちゃ盛り上がりましたわ。ほんと？うん、もう大盛り上がり、大盛況だった。そう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 、大盛況よ。よかった。ありがとうございます。あ、56分なんか読みな。やばいやばいやばい。じゃあ56分だったから、うん、読むね。読んで。ではいくよ。13位の方からいきます。13位、めいちゃん、ありがとう。ありがとうでしたよ、本当に。めい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 、ありがとう。また見てね、18歳もよろしくね。めい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 。12位、こちゃん、アットマーク、今日はひゆかに恋しちゃった。え、嬉しい。はお、ありがとうね。タワーもめちゃ見えました。またね、ありがとう。続いて11位、田所さん、アットマーク、今日はひゆかに恋しちゃった。お、みんな恋してくれてる。ありがとう、恋してくれて。田所さんもありがとうね。また見てね。で10位、ヒロさん、ありがとうございます。ヒロさんもタワーありがとうございました。もうね、また会いましょうね。18歳もよろしくね。ありがとう。で9位、島田和幸さん、おお、ありがとうございます。レミタンもいるね。レミ表紙だからね、島田さん、ありがとう。また18歳もよろしくね。で続いて8位、ワンタカさん、ありがとうございます。8じゃん、18じゃんっていうね。そうそうそう、ありがとうございます。18歳もよろしくね。ありがとう。続いて7位、コニタンさん、アットマーク、ひゆか18歳、おめでとう。ありがとう。もうね、コニタンさんも多分ありがとう。18歳なりました。ありがとうね。アンレームひゆかです。ありがとう。じゃあ6位、ごめん先生、
ありがとう。ごめん先生まで見ほしいじゃん、うん、ごめん先生ありがとう。ありがとう。もうまた18歳もよろしくお願いします。ありがとう。続いて5位、チョーキーさん、アットマーク、仕事中でありがとう。18歳の日かもさらんへ、あーかもさんだちんちゃさらんへよ。もうこんなことしか言えませんわ。でも本当に愛してる、さらんへよ。ありがとうね。チョアヘヨ、チョアヘ、チョアヘ、ありがとう。また見てください。ありがとうね。仕事頑張ってね。そして4位、ケンティー、アットマーク、 AKB48 の新時代は徳川リミヒュー最高っすね。ありがとうございます。じゃあ新時代担おうな。パン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 、ありがとうございます。そして3位、ブースさん、ありがとうございます。ブースさんもありがたわーでした。ありがたわー、ありがたわ、あ、ありが、ありが、ありが、え、もうその時間なくなっちゃうから。え、そうだよ。あ、あと1分だよ。はい、うん、やばい、やばい、こっち、こっち、こっち、あ、2、3分だよ、こっち時計。え、そうなの、ほら、だって見てみ、こっち8分でしょ。本当だ、本当だ、もう、やばい、見て見て、はい、ありがとうございます。また見てください。そして2位、ミカさん、18歳おめでとう。ありがとうございます。ミカさんも今日来てくださってありがとうございました。本当に最高な1日でした。ありがとう。また18歳もよろしくね。そして1位は、ゆうきくん。もうびっくりしました、本当に、すごい、10万タワーありがとう。本当にゆうきくんにもいつも感謝してますし、18歳もひゆか一押しでよろしくね。ありがとうね、ゆうきくん、ラブ、ありがとう。グッズもゲットしてね、みんな。てかやばい、あと1分しかない、もう必死に。じゃあ18歳の私もよろしくお願いします。本当に今日見てくださった皆さんありがとうございました。ありがとう。グッズゲットしてね、グッズも販売してるから。ありがとう。18歳も楽しみます。ありがとうね。グッバイ、おめでとう、ひゆか。ありがとうね。あ、なるかな、どうだろう。ありがとう。ありがとうね、みたも、みんなもありがとうね。ありがとうございました。乱入してごめんなさい。全然だよ。またね、ありがとうございました。おやすみ。